お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのトリプルエリクサーチャレンジ攻略していこうと思います。というか遊びたいと思います。こちらね、結構報酬がうまうまでして、まあなんかこのワイルドカードと、あとはトークンと、あとウルトラレアもゲットできますね。はい、という風な感じで結構豪華な報酬が、まあ豪華っていうほど豪華ではないかもしれないんですけど、はい、あるので、ちょっと皆さんね、こちら無料でできますのでチャレンジしてみてください。で、今日はこのね、プリンセスミラーデッキで遊んでいこうと思うんですけど、この前ね、多分プリン15を出してみるみたいな、なんかそんな感じのね、プリンセスミラーの動画を上げたんですけど、まあ、単純に僕プリンが好きなんですよ。まあだから昔からね、ミラーデッキプリンでよくやってますけど、プリン好きで、単純にプリンって自陣に溜まるじゃないですか。あれがね、気持ちいいのよ。だから本当にプリンセス大量生産して、もう10体ぐらいね、出せるんじゃないかなと思ってるので、ちょっと目指して、はい、何体出せるかやっていきたいなと思います。で、多分トリプルエリクサーな、おい攻略じゃねえのかよ、攻略デッキ知りてえわっていうと人もね、いると思うので、一応準備はしたんですけど、まあ別に今までと変わんないですね。はい、パターン A がラバファイブライトで、こやこやが嫌な人はファイブかライトニング、またはホバリングが嫌な目でもいいです。で、持ってないならバルキリーでもよくて、ダックプリはね。はい、みたいな感じで一応会話聞きます。まあ、意外とポイズンでもいいのかなっていう。ポイライトでもいい気がします。今まではこの方で、ね、よく使われてました。そしてもう一つが、まあ、小役はですね。はい。これはね、トリプルエリクサー大会、もう2強なんですよ。ラバデッキと小役はデッキ。まあ、なので、まあ、あと高回転のね、枯渇とかウォールブレーカーになってくるんですけど、まあ、そこは多分大変だと思うので。まあメインで使いやすいのはなんだっていうと、ここにね、はい、なりますので、まあここも持ってなかったら、まあメガナイトはね、あってほしいな、なかったら最悪エリババでもかですし、あとはホバー、マズニクあたりは、まあ、マズニク欲しいな、ホバーはアチャクイでもザッピーでも、はい、いいです。そこもね、お好みでやってください。まあというわけで、ここの2つ使っておけばね、ある程度はなんとかなると思うので、まあラバの方がおすすめかな。はい、僕はね、今日こっちで遊んでいきます。じゃあよろしくね。で、このね、ゴルナインの枠とかテスラの枠とか前ちょっといろいろやったんだけど、まあテスラとりあえず置いとかなんとかなんのと、ゴルナイン入れだけでね、本当にメガナイトとかペッカとかリクなんでも受けれるんで、よいしょ。さあこんな感じでね、とりあえずプリンを出して、スケファイスピとウッドでもう一回プリン出しますこれやります。今日ずっとこれやってきます。これやりたかっただけです。いや待って、おいプリン12、何やってんだ、自ら飛び込むのはね、愚かだ。さあプリン出す。いや、これやばいね、でもいやマジでこれで勝てるんだよ、クララって。そう思うとさ、なんかやばくない？いいよね、楽しいよね、っていう話を。さあ2体いかれた、2体いかれた、2体いかれたのマジいて。さあゴールナイト出しながら、いや待って、バルン来た。いや、これでもファイスピだけでさ耐えれそうじゃない？だって俺プリンこんなにいるよ。あ、プリン左に出したらさ爆破受けちゃうんだよな。いやー、耐えて。いや、耐えんのかい。いや、耐えないのがね、一番問題。さあ、アリはいっぱいいるね。テスラも立てる？テスラも2本立ててみるか、一旦立てて。いや、ウッド、ちょっと待ってくれ。俺のこのプリンセス企画に、世界で一番邪魔。いや、待って、やべ、端前。ミスった。やべ、やべ。俺のプリン企画の邪魔すんじゃねえよ。おい、ドキドキ。ドキドキドキ。はい。で、このね、チャンピオンって、回ってこない論あるじゃないですか。ちょっとね。え、待って、俺、天才的なウッド下も、やばくね？で、テスラ回して。うい、ナイス。なんだったっけ？俺が何を予想したのか忘れたわ。チャンピオンのね、手札サイクル問題。チャンピオンが場にいる間は、チャンピオンがね、なんかいない扱いというか、死なないとね、手札に来ないっていう理論があるので、ユニットからの、だからプリンセス、ちょっとプリン回すか。プリンじゃない。ゴルナイ回そうと思ったんだけど、ゴルナイが死んでね。ユニット、チャンピオンユニットのミラーができます。はい、これね。これです。見てください。あ、待って、ミラー使っちゃった。あ、むずいな。したいことをするのはむずい。さあ。ユニットチャンピオン、もう一回同じミラーで。はい、行きます。プリンセス、ゴル内で一回挟んだけど、もう一回プリンミラーができるっていうね、これですね。はい、まあこれをうまく使っていくのはすごい難しいとは思うんですけど、なんかこういうね、なんかちょっとこう手札サイクルを崩すような相手を騙す技っていうのも一応ありますと。でさ、いい感じにね、いい感じにしてもらって、なんか多分ね、なんとかなるんですよね、本当に。プリンがバカみたいにいるから、いや
や、最近のね、だから趣味はこのアリの行列を作ることですよね、僕。で、これ多分誰でもできますよ。だってプリン2体トゥントゥンってこう逆サイとね、あ、右と左に出すじゃん。で、スケファイスピ流して、端前ウッドと。これをね、繰り返せば無限にプリン出て勝てます。これでもいいです。なんならこれ使っても勝てますよ、皆さん。さあ、でも回収して、あとね、一つ思ったのは、なんかチャレンジってデッキ作る枠あったんだけど、グラチャレとか。あれ？それがなくなった？待って、グラチャレはあるか？ちょっと覚えてないんだけど。これはまあさすがにウッドでええ感じにハゲてもらって、オッケー。じゃあ、端前プリンね。端前プリンじゃなくてもよかったんだけど、別に。よいしょ。あとはマジックアーチャー。いや、マジアーチャーいるってことは、トルネードとかもあるんでね、ちょっと気をつけなきゃいけないと。さあ、スキバレ、ああ、これ、一個ずらしてるんでね、ボブン釣られないです。で、さ、プリン出して、プリン出して、スケファイスピ出して、スケバレを飛ばします。で、ディガー来たら延命します。で、もう一回プリン出して、プリン出してっていう。さあ、プリンセス大会の始まりだぜ！暗い。で、延命できそうだったらね、延命当たり前にします。あとは、マジェットチマにウッドウッドで剥げます。はい。ウッドウッドで剥げるので、まあ、それを狙うのでもいい。うん。ここね、来たら。さあ、ウッドウッドで狙ってもいいが、別にウッドウッドする必要もないと。ゴールデンナイツ！さあ、相手はね、端前シバトルネを見せてくれると。いやー、これね、多分強いわ。普通に。俺の中では遊びデッキなんだけど。あー、待って！やっぱり2体。なんか、毎回当たり前に2体さ、死んじゃうの結構悲しいんだよな、正直。でもなんか、暇すぎてスケバレとか出してるもんね。もう意味わかんないもんね。ぶっちゃけ。いやでも本当に、でもこれでも勝てるからね。で、あ、ウッドウッドしようと思ったらミスったけど、ゴルナイからのゴルナイダッシュ。おい。走るよ。まあ、テスラもとりあえず置いとけばなんとかなるよね。あと、端前プリンでも一応ダメージ与えれるんだけど、俺はとりあえずプリンを貯めたいの。いやー、めっちゃ働くじゃん。まあ、あと一応、ちゃんと勝とうと思ったら、その、スケバレ2連チャンとか、そういうのもありだよね。あ、いて、プリン2体ね、こう出しても毎回ウッドで、剥げちゃうんで、でも心がね、胸が痛くなっちゃうね。プリンセスこんな死ぬこと見ないでしょ、みんな。当たり前にウッドで2体死ぬよ、こいつら。あ、これでね、ゴルナイで回すと、もう一回プリン出せるんでね。あ、キャンキャンキャン。とりあえず、まあ、無限にプリン出してあげて、おい、手出すんじゃねえ、俺のプリンに。俺のプリンに手出すんじゃねえよ、マジ。でもゴルナイ走って。あー、オッケー。もう一回行く？いやー、釣られちゃうか。もう一回プリンが壊してくれそうだな。さあ、プリン壊してくれるので、もう一回出して、ゴルナイ？ゴルナイ？ダッシュ？あー、壊れないか。ちょっとやめやめ。エリがね、漏れんのよ、マジで。ちょ、暇すぎてどう？新しいパターン。あー、新しすぎる。スケバリ2連。で、あとウッドでハゲさせて、あと後半になってからね、一つ言っとくと削れないです、このデッキ。だから、ウッドで線削る覚悟をしとかないと、普通にタイブレイクで負けます。やばい。やばい。あと、相手攻め取りになるもんね、これ。いやー、ミスったらでけー。ミスった。あと、両サイド攻めちょっと大事な気がしてきたな、これ。あと、あれ壊れたら熱い。壊れたら熱い。熱い。オッケー。あー、でもなんか、違う、爆破が。ウッドで削る。ウッドで削らして。ちょっと、やばい！忙しすぎるって！なんで、ゲームで負けそうになってんだよ、俺ボケ。いや、熱い。ウッドで削る。あと、端前来るぞ、これ。マジアチャジジイ。おい、絶対マジアチャジジイ来るだろ。来ねんかい。なんだよね。ゴルナ走る。これなんか、あ、でも、オッケーオッケー。あー、さっき来た、ウッドからの、スケ、ファイスピの、もう一、あ、ウッド回る。え？早くない？なんで？なんでだ？いやー、オッケー。まあ、とりあえずね、はーい、勝っていくと。いやー、疲れるね。まあ、勝てりゃええか。まあ、疲れはするが。はい、オッケー、ナイス。いや、9勝まででもちょっと遠いな、これ。1試合だってトリプルエレクサーなのにめっちゃ時間かかったもんね。さあ、マセダ様。よろしく。いや、これ、序盤の間に意外とさ、ダメージ与えとかないと、みたいなところもありきりって感じ。で、困ったらテスラ置いとけばいいですね。ぶっちゃけ回転で無理やりテスラ回るんで、バルーン来ようがラバ来ようが何来ようが関係ないっていうのと、まあ、あとは、まあ、なんとかなるよね。結局。回転早いってね、やっぱ強いんだよね。結局。
やマジ暇すぎる、暇すぎるのやばいよな。クラロワで暇するって相当よ。だってやばいや、本当は範囲で全部やりたいのに、範囲で全部やりたいのに、なんかうまいこといかん俺の。なんでなんで、今んとこちょっとやばい、待って、やばい、手出すんじゃね、一回やめろ、落ち着け。あ、プリンがね、場にいないと焦るよね。うん、いやこれ見て、俺の神の頭突き。あー、神の頭突き失敗。さあでもスケバレがね、あー、これ相手プリンセスサタきついやつだな。みんな気づいちゃったこれ。いやー、つい、しかも、あー、違う、何やってんだこれ。プリンセス延命したいんでね、高めテスラ、プリン延命がついてきます。頭めがないとね、迷惑だな、来ないでほしいな。ちょっとまだプリンがね、めちゃくちゃ邪魔する。あ、入って、はい、オーブン、おい、よいしょ。さあで、まあスケバレ飛ばしてもいいんだけど、プリンセスが欲しいときはスケバレじゃなくて1コスで回すっていうね。うん、よいしょ。でこれも範囲でね、花火です、花火で本当にほぼやれるんで、よいしょ。でたまになんか意味わかんない攻めをすると相手もついてこれなくなるんでねこれやばいよな。で困ったらテスラ OK で、ウッドで延命できそうだったらしてあげろ、よいしょ。で、端前プリンを怠るな。スケバレ飛ばすのを怠るな。いやー、まあだから、やりようはなんぼでもあるよね。ぶっちゃけこのデッキ。やりようはなんぼでもあるけど、まあやっぱプリンセス貯めた方がおもろいのはあるな、ぶっちゃけ。さあ、これ、テスラにメガナイト飛んで、ここのプリンセスやばいっすよ。もうすべてが壊れた時に、キング起動してくれる天才なんでね、これ。見てください。よいしょ。さあ、ナイス。フォッ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 。で、困った時のね、見てください。スケバレ2連。これ。見て、この、最強の受け。あれ思って、待って、あれ全然なんだけど、ちょっと待って。俺の思ってたのと違った。え、しかもなんならちょっとだけ追いつかれるっていう。あの、本当にテスラ2個置いて、鉄壁になります。これでいいだろう、もう。守れるだろう、絶対。突破できないでしょ。なんだよ、え、これテスラ本気で頑張ればさ、6本ぐらい植えられるっすない、トリプルエリクサーだったら。ないのかな、ワンチャンよね。6本ぐらい置けない。まあ今回の相手はライトニングだから厳しいかもしれないんだけど、端前にさ全部ドルルルーンってさ置ける説もあるよね。いやー、まあおもろいな、プリンセス強いな。いつ火砲来るんだろうって思ってるんだけど、火砲来ないのかな。なんか初速がね早いと思うんだよね、運営さん。どうすか、ザ・ウルトラ、ゲッチュー。いや、これでかいよな。さあ、2万ゴールド。アザミ。さあ、BV ですね。DV の BV 版。あ、ちょっと待って。何言ってんだ、俺。さあ、プリン、スケ、ウッド、ファイスピー、プリン、スケ、ウッド、ファイスピー、プリン。で、行きましょう、今日は。プリン。あ、別に好きなやつは何でもいいです。あの、1枚くらい変えてもいいです。あー、やめてー。あー、オイラのプリンをやりやがったな、あんた。で、テスラをね、できるだけ延命してあげるとね、あの、防衛がね、基本結構楽になるんで、テスラをね、延命するっていうのは、大事にね、してあげてほしいな。おりゃー、これきついでしょ。あー、待って、これ早く壊れてほしいな、あれ。で、エリシャイか、これ。あー、すごい飛んじゃうんだ。ウッド使ったらね、そっちが止まんないんだよ。プリン、スケ、ファイスピ。あ、待って、やばい、プリンって言ってる場合ちゃう。やばい、待って、これ、やばい、やばい、マジでやばい、本当にもらえ。待って。ウッドでいい感じに、時間を使いながらの。いや、めっちゃいい。あとは花火大会。ナイス、花火。いや、花火いいね。あ、これ走れねえわ。あ、走るんかい。え、危ない。あって、俺のプリンなんでいなくなったの？プリン。いや、マジでプリンセス、本当に強いと思うんすよね。火力が結構化け物なのよ。ね、みんな知ってると思うけどさ、化け物じゃん。さあ、で、テスラを延命してくると。で、プリン。で、まあ、適当に攻めたいよね、っちゅう話だよね、っていう感じで。よいしょ。いや、ウッドが、今回さ、なんかウッド持ちで当たるの多いな。こんなにウッド使う人少ないと思うんだよね、本当に。こんないないよ。さあ、プリン、ゴルニー、来て、ゴルニーも生きてんだけどな。さあ、延命。よいしょ。延命はね、ぶっちゃけ必要なかった気もする。いや、でもいい。
熱い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 、プリン延命してあげて、相手はね俺の右の頭を思って呼ぶ。え、終わったかもしれん。なんか気づいたらめっちゃダメージ受けてる。俺待って、俺思ってたの違う、俺思ってたの違う。じゃあ一回追いつきます。ファイブ持ってたね、あと相手。一回追いつくためにはスケバレスケバレをやる必要があるな。これスケバレスケバレは強いのか、これ弱いな。やばやばい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 、スケバレスケバレはちょっと弱かったな。あ、でもあべ、危ねえ。相手の天才的な攻めが来たのかと思っちゃった。いやでもやっぱこれ両サイ攻めてあげるとね、相手絶対きついからね。テスラも置いてあげて、いやあるよあるよ、ウッディか、ウッディ君来るってことは、ハシマイプリンもね決まっていく。スケバレハイスピー、あるある、マジでマジで。一旦テスラ植えようか、一旦テスラ植えて。いやーついね流れが来てるよ、オイラに来てるよ。やっぱプリンプリンなのよ時代は、プリンプリン。スケバレスケバレ、あ待って、スケバレのさ落下で落下ダメがいくらかわかんないけど、いや打って、あーもうちょっと、あちょっと待って、テスラ置いて置いて、ウッド4周、ウッド3周、ウッド3周、ウッド3周、1周2周、スケファイスピー、ウッド、あ違うわ、場にゴルナイが出てるから回るのが早いんだ。うわそういうことか。え、ちょっと待って、今気づいた、ゴルナイいる間はプリンプリン、スケファイスピープリンプリンできる。え、ちょっと待って、気づくの遅そう俺。そういうことだよね、ちょっと待って、そういうことだ、そういうことだ、そういうことだ。ちょっと行くね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 、いやマジか、なんで俺気づかなかったんだ、バカだ、マジでバカだ。ゴルナイいたら7枚で回るから、プリンプリン行くよ。そう、あ違う、プリンプリンがない、あプリンがないし、ゴルナイも来ないし、なん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 だよ。あーやばい、これやばい、あの普通にやばい。行きます、プリンプリン、すげーファイスピー、プリンプリンだ。うわこれや、なんで気づかなかったんや俺さっきまでね、こんなにやってたのに。いやこれつ、あーあとエリジャイのさ、なんかあれで俺の思ってんの違う、待って待って、やばいやばい、よしよしよし、いや耐える耐える、全然耐える、全然耐える、全然耐える、よしよし、全然耐える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 、あいやいいよいいよいい、いやマジナイス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 、あよく耐えた、なんならこれよく耐えた。でもう一本テスラ立ててあげて、あとはプリンプリンですね、プリンプリン。いやプリンのね範囲が全部やってくれてんの、あっあーって全部やってくれてたよね、さっきまで。何やってんの急に、サボんなよ、あぶねー。いやマジ、あ来た、プリンプリン、スケーファイスピープリンプリン、やべプリン、プリン起きて、プリン起きて、やめて、こっちのプリンないだけよ、出てさせないであげてくれ、ありがとう、ナイス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 SSS、やべやべやべ、たまりすぎたまりすぎ、マジでたまりすぎ、マジでたまりすぎ。いやーこれ待って、ゴールの爆発でプリン行かれるの嫌だからしっかりしっかり延命してあげて、やっつこれやば、囲ってるよなんか、しあー待って待って、プリン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 、オッケーオッケープリン円で入って死んじゃうんで、これ見てプリンセスで輪っか作っちゃったっていうね、そういうこと、待って待って、すごい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 、あー行かれちゃった、行かれちゃったよねー、あー熱い熱い熱い、いやキモいなーキモいな、これこれやばいね、でも全部死んじゃうよね俺のプリン、ごめんね。なんで俺もう端前からねちょっと出したかったんだよね。いやえネクロ秒とかした、やばっ、えやばくね、ちょっと待って待って待って、とりあえずなんか出したんだけど、やばいやばい、キモい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 、マジでキモいマジでキモい、本当にキモい、キモいとか言うなってかわいそうだろ。さあプリンプリン、一回リセットしよう、プリンプリン、ファイスピー延命して、あー延命、俺のプリンがさあなんとか耐える、あっ耐える、いやー相手なー今回スペルねえからな、マジでかわいそうだな。で一応これゴール溶かすようにね、さあ出してあげて、スケで時間も稼げるし、ゴール内ダッシュ、プリン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 、やべ俺の脳内プリンプリンしかねえんだけども、テステスこれやばいなぁ。いやぁ、これ最初から気づいたけやがった。なんで気づかなかったんだろう。マジで。途中から気づいた。いやぁ、ナイス。アリのようにいるなぁ。ナイプリ、ナイプリ。いや、おもろ、これ。ちょっと待って。あの、に、いけるね。あ、終わっちゃった。プリン、プリンが。終わっちゃった。
はい、というわけで、今日マジただただプリンセス出してただけなんだけど、いやーめっちゃ強いの。だってチャンピオンいるとプリンプリンスケファイスピープリンプリンができるので、皆さんもぜひね、無限プリンセスやってみてください。これ別に何でもできるんでね、あ、やろうと思えば、別に吹き矢とかでもね、できますし、ゴルネの中はチャンピオンとかスケキンでもできるんですけど、まあ、ゴルネ HP 高いし歩くの遅いんで、その間にね他のカード結構回しやすいのかなと思います。ぜひやってみてください。チャレンジもクリアしてみてください。終わります。チャンネル登録高評価もお願いします。ではお疲れちゃんです。またね。